第56回ホッケチャンネルの時間でございます。どうぞよろしくお願いいたします。日蓮聖人は弘安5年9月18日に池上へ到着されました。身延下山と池上到着については第48回にて取り上げた通りです。今日は池上を臨終の地として定められた日蓮聖人が五入滅を迎えるまでのことについてを取り上げたいと思います。弘安5年9月8日日蓮聖人は病気療養のため日立の湯を目指すべく身延山を降りられました。身延山には文明11年1274年に入山され九か年も住まわれたのです。なお日蓮聖人の身延入山については第14回にて取り上げております。9月18日日立の湯を目指しておりましたが、病の悪化により池上宗仲の邸宅、現在の東京都大田区池上に立ち寄られ、そこを臨終の地と定められたのです。9月19日波木井実長に対してお手紙を書かれております。これを波木井殿御報と言いますが、病のみであったため弟子の日光が代筆をされています。この波木井殿御報については第48回にて取り上げました。9月25日病気のみでありながらも弟子や信者に対して立正安国論を講義したと伝えられています。日蓮聖人の生涯が立正安国論に始まり立正安国論に終わる、このように言われるゆえんはここにありましょう。10月8日日蓮聖人は6人の弟子を定め、自身の滅後の布教を託されました。この6人を六老僧と言いますが、日照、日露、日光、日光、日朝、日時の6人であります。日光が書かれました宗祖五千家記録によりますと、そのことについては次のように書かれています。定む、一つ弟子6人のこと不次第、一つ蓮華砂利日時、一つ伊予港日朝、一つ佐渡港二港、一つ白蓮阿砂利日光、一つ大黒阿砂利日露、一つ弁阿砂利日照。右6人は本弟子なり、よって交互のため定むるところ九段のごとし。弘安5年10月8日宗祖五千家記録は日光が執筆をした著述です。日蓮聖人は日照、日露、日光、二光、日朝、日時の6人を本弟子と定められ、またその6人については不次第とあることから、等しく自身滅後の布教を委ねられたのであります。10月13日辰野国、日蓮聖人はこの日の午前8時ごろ、弟子や信者が見守る中五入滅遊ばされたのです。その時には大地震が起こったと伝えられております。10月14日午後8時ごろ五入館、10月14日午前0時ごろ五葬送、荼毘火葬、このように伝えられているのです。以上、日蓮聖人の五入滅についてを取り上げてきました。池上に到着をされてからも、立正安国論の講義や本弟子の制定をされたのであります。そして13日の朝に五入滅遊ばされ、翌日には五入館と荼毘の儀式が執り行われました。日蓮聖人が説かれた尊い教えは、
六道荘をはじめとする選手によって私たちにまで伝えられてきているのです。そのことに感謝をしつつ、本年の日蓮聖人御会式をお迎えしたいと思います。次回第58回入国でございます。日蓮聖人死後立正大師宣言についてです。大正11年10月13日に日蓮聖人に対して立正大師という死後が大正天皇より宣言されました。これは日蓮聖人門下各家の協力関係により実現した出来事でありまして、そのことについて少しく取り上げたいと思います。本日もご視聴いただきましてありがとうございました。